超速変形、ジャイロゼッパーは、スクウェアエニックスによるトレーディングカードアーケードゲーム。2012年6月21日から2014年2月2日にかけて、全国の主要なアミューズメント施設にて稼働していた。アニメ版のコンセプトは、ギャグ、ちょいエロ、真剣バトル。本校では、アーケードゲームを核として展開する各メディア作品についても記載する。 スクウェアエニックスによる低修学児童を対象として開発したアーケードゲーム。様々な他企業と連携した大規模なメディアミックスが計画された。アーケードゲームとしては自動車を操縦するカードライブゲームと自動車をロボットに変形させてバトルするロボットバトルゲームの2モードを合わせて楽しめる。モードチェンジ時には世界初となる。 プレイ中に筐体が変形する仕掛けを装備。視覚的な刺激もプレイの楽しさに一役買っている。自動車の外装は、第零弾時点では架空のものだったが、第一弾以降は実在する国内外の自動車や、公共使用者も続々登場した。ただし、ホンダ技研工業の車種は、企業イメージに合わないことから登場していない。2014年2月2日をもって、 稼働終了した。なおこの後には、全国のアーケード版部品取りにてハンドルなどが、販売されていた。アーケードゲームとしては珍しく、ゲームエンジンとして、アンリアルエンジン3.5を使用している。100円玉を入れて、3つの選択肢、ジャイロゼッターをプレイする、遊び方を覚える、カードだけ買うから、任意のモードを選ぶ。ジャイロゼッターをプレイするで、一人で遊ぶと、 二人で遊ぶのどちらか一方を選び、ゲームをプレイする。以下突起なき場合は、ジャイロゼッターをプレイする、一人で遊ぶのプレイ方法。任意の、マシンカードを三枚スキャンし、最後にドライバースキルカードをスキャンする。最初にスキャンしたカードが、プレイヤー操作キャラクターになり、ドライブモードに移行敵の同じく三大編成のチームを組んでいるが、プレイヤー操作以外の二台が、 オートパイロットで敵のマシンを足止めしており、止めきれなかったライバル1台とドライブモードで対戦するという設定になっている。ライバルと自動車で先行を競い合いながら、同時にバトルモードで影響するアイテムも収集する。自動車はステアリングとシフトレバーで操作する。シフトレバーはブレーキも兼ねる。シフトレバーを上げるとブーストが働き、自動車が超加速し、 シフトレバーを下げると、ブレーキになり、減速やドリフトを行うことができる。壁に接触したりブーストを使用すると、エネルギーを消費する。ドライブモードが終了して画面が指示したら、ステアリングを押し上げ、筐体を超速変形させる。画面内の自動車はロボに変形し、ゲームがバトルモードに移行する。ドライブモードで勝利すると、マシンの EP や攻撃力などに、 ボーナスがかかり、バトルモードを有利に進めることができる。ただしドライブモードで敗北してもバトルモードには進むことができる。プレイヤーは操作キャラと2機のサブキャラを合わせた計算機のロボを超速変形時に、筐体全面が展開して出現するジャイロレバーで操作し、ライバルの3機と3音3のロボバトルを行う。互いには EP が設定されており、 様々な技を駆使しこれを削っていく。どちらかの EP が例になった時点で最終的な勝敗が確定する。本モード中、攻撃時にタイミングを合わせてジャイロレバーやトリガーを操作することで画面右下に表示されているバーストパワーゲージが溜まり最大状態になれば後述するファイナルバーストが発動できる。また、ドライブモードの結果やカードの組み合わせは バトル開始時の EP や、能力値、バーストパワーゲージなどに影響する。レバーで発動できる技は、基本的に下記の4種類。技発動時に、スペシャルカードと呼ばれる特殊なカードをスキャンすることで、様々なキャラクターがサポートしてくれるが、スキャンは1ゲーム中に1回しかできない。人工知能を搭載することで、 従来の自動車をはるかに超えた安全性と操作性を備えた AI カーが全性を極め特定地域では小学生でも運転技術を学ぶために AI カーを操縦することができるこの AI カーをベースにある目的からロボットに変形できる機能を持たせた特別なマシンがジャイロゼッターと呼ばれる AI カー開発の先駆けであるアルカディア社と 同社と敵対するゼノンを筆頭とし、多くの実在する企業が、ジャイロゼッター開発に参入している。車種は大別して、スポーツ、エコ、セダン、ワゴン、第3弾で追加された、働く車がある。がある。それぞれドライブモードでの性能や、バトルモードでの得意とする役割が異なる。さらに使用するジャイロゼッターの車種や、色、メーカーなどをすべて同種。 あるいはすべて異なるものにすることで、バトルモード時の EP と、ステータスが強化される。また、特定のジャイロゼッター同士を組み合わせることで巨大な、合体、ジャイロゼッターに変化する。技は、属性が存在し、カードごとに持つ、対属性体制によって威力が増減する。また、単純に EP を削るものだけでなく、自身を強化したり相手を異常状態にするものも、 存在し、カードによっては一部の技が変化しているものも存在する。ホンダを除く国内メーカーの大半の企業が参加しており、アルバロスの翼にて、鈴木、ダイハツの車両が限定的に追加されていたが、新2段より正式参戦、ゼノン側も同様である。アルカディア的組織であるゼノンを除き唯一の架空企業。 メーカーボーナスでは EP が強化される。ゼノンこの作品の敵組織。AI カーだけでなく、重機や船舶をジャイロゼッター化する技術を有する。他社の機体も備えているが、ほとんどはダークメタリックカラーで統一されている。新二段より時期として、正式参戦。トヨタ自動車、日産自動車、松田三菱自動車、アルバロスでは、 エボエックスなどと似たものを装備する。アーケード版では、より大型の槍を装備している。三岡自動車なお、アーケード版では、ガリュー、ビュート、オロチの3体で編成すると、八つ目のオロチに合体する。富士重工業鈴木自動車、ダイハツ工業2012年10月2日から2013年9月24日まで、テレビ、東京系列の火曜日夕方18時は国て、 放送された。テレビ、東京系列で同時間帯に、スクウェアエニックスが原作及び筆頭スポンサーのアニメが放送されるのは、パプア以来約8年半ぶりとなった。アニメを制作する、A、A-1 p i ピクチャーズにとっては、本作が創立以来初の本格的なロボットアニメとなる。キャッチコピーは、選ばれし少年たちよ、超速変形せよ。21世紀。 日本では自動車産業に革命が起き人工知能で誰もが安全に運転できる車 AI カーが開発されたそして2012年 AI カーのみが走るモーターモデル都市横浜新都心では子供たちが AI カーの運転技術を学べる特別な学校アルカディア学園が存在していたアルカディア学園に通う小学5年生とどろきかける流は 無鉄砲だが、天才的なドライブテクニックを持つ少年。ある日学園長から呼び出しを受けた、彼は、一台の赤いスポーツカーライバードと出会う。実はアルカディアは、非文、ロゼッタグラフィーの警告にある敵に対抗するため、秘密裏に活動する防衛機関だった。かけるは、学園長から、ライバードがロボットに、超速変形する能力を持った特殊な AI カー。 ジャイロゼッターであること、そして自分がその選ばれたドライバーであることを告げられる。直後、何者かが操る、謎のジャイロゼッターによって学園が襲撃され、カケルの幼馴染、リンネの身にも危険が迫る。アルカディアメンバーたちの静止を振り切り、ライバードに乗り込んだカケルは、初操縦ながらも持ち前の情熱と、テクニックで、超速変形の力を使いこなし勝利。 しかし、その姿を、ある場所から見つめる、者たちがいた。ロゼッタグラフィーが告げる、敵、ジャイロゼッターが持つ、超速変形の力の秘密など、様々な謎が交錯する中、かけるの絶望的にかっこいい戦いの日々が幕を開けた。アーケード、コミカライズともども、略同一設定。人物名に関しては、ほとんどの人物に、 漢字表記が存在するものの、名字のみ漢字、名前は、カタカナで表記されることが多い。本校では、アルカディアは、防衛機関アルカディア、アルカディア学園はそのまま表記、または、学園と略する。選ばれし、ドライバーアルカディア中枢司令部、上層部中枢司令部、オペレーターズ中枢司令部、メカニックハンゼノン。 エネルクス社イレーザー4天皇アルカディア TV その他2053年の人々実際の横浜市当初高松真司が監督と発表されていたが森邦博に変更され高松は総監督に就いたこの他ニコニコチャンネルなど様々なインターネット動画配信サイトで配信されていた最強ジャンプ2012年10月号から2014年4月号まで ゲームアニメに先駆けて連載。作画は、水野照明。1話は、集英社のボイスコミック、ボミックとして、2012年9月に、ジャンプ専門情報番組、先読みジャンバン、にて放送され、同年10月からボミック公式サイトで配信された。声は、アニメと同様だが細かな内容は異なり、コミカライズも HS 登場以降、独自展開になっている。 ジャイロゼッター ×ISBN 978から4から08から87万474から6ゼノンの黒い四角 ISBN 978から4から08から87万529から3新たなドライバー ISBN 978から4から08から87万609から2運命のイルカ ISBN 978から4から08から87万677から1極限の一期内。ISBN 978から4から08から87万832から40を超えた約束。ISBN 978から4から08から88万1から1未来へかけろ。ISBN 七十八から四から零八から十八万十三から。 レイバンダイが車からロボットに一発で瞬間的に変形するフィギュアとミニカー、ラピッドモーフィングシリーズ、モーフィンミニカーシリーズとゲームのカードをスキャンして一人、あるいは二人で簡易バトルが楽しめる携帯端末問い、ジャイロコマンダーが2012年10月より発売された。ありがとうございます。